トレーナーが来てみんなのダンスを見てくれたんだけど、トレーナーが今日は自分よりサクヤの方がダンスにキレがあるって言ってたんだ。それはそうだけど、今日のダンスで負けたのが悔しいんだ。仲間が連れて行ってくれる？よくわからないぞ。それって自分が完璧になるためにルミナスのみんなが手伝ってくれるってこと？またそこに話が戻るのか。自分と同じくらいダンスができる子に自分がしてあげられることなんてないぞ。そうなのか。何にも教えてあげられないのにそんな先輩とレッスンをして楽しいのかな。